皆さんおはようございます。ペンジ満載です。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。今日は篤姫の篤ですね。説明をしていきます。まず今日の字の特徴としては縦長の字になりますね。はい、だいぶ縦長だと思います。であとこのどれぐらいの分量、これ4分割してありますが、だいたいどれぐらいの感じになるかというところもチェックしてあるといいと思いますね。竹冠がだいたい4分の1かな。で、馬のこの3本目の横線までが4分の1ですね。はい、なんとなく配分を知ってると書きやすいと思います。で、まず竹冠ですね。竹冠はなんかこのカタカナの K が2つ並んでるような感じですが、左を少し低い位置、右側を少し高い位置になりますね。まあ右上がりに書いてるといえばそういう感じにもなりますが、いいでしょうか。で、足は揃えてもらっていいと思います。で、のの字は長く、下のこののの字と押さえは、少し短めにした方がいいですね。比率としては今日はまあそんなに差は出てないですけど、いいでしょうか。一度押さえてのの字書いて、そのまま右上がりっております。で、今書いた右上がりのだいたい真ん中あたりに斜めに押さえて、で、続いてさっき書いた位置よりもちょっと高い位置からのの字書いて、そのままでもいいですけどね。右と左とちょっと特徴を変えております。いいでしょうか。両方同じでもいいですけどね。右側はみ出して、で、右上がりで、今書いた右上がりの横線の真ん中あたりくっつけて斜めに押さえてのの字で、足は揃えると。で、できるだけくっつけて馬変えていきます。まあ、こうくっついちゃってもいいですけどね。最初こちらでしょうか。斜めに押さえてまっすぐで、ふっくら右上がりですね。で、これ言ってなかったですね。左右間の中心はだいたいここで取ればいいと思いますね。馬のここの縦線がだいたい中心になります。で、ふっくら右上がりやりましたね。で、ここ斜めに押さえてまっすぐで、このまっすぐの長さなんですが、ここ2本ありますが、ここふっくら右上がりでこう立ち上がってきますので、ここよりも短めにしといてくださいね。はみ出ちゃうのでですかね。ここのまっすぐで、幅を揃えて横線引いていきますが、右上がりの横線引いていきますが、上のここよりも少し長さ控えめにしといてください。で、続いてここふっくら右上がりで引いていきますが、まあここ好みですけどね。このはみ出すの、僕の場合はだいたいはみ出ております。ふっくら右上がりで一回いきます。だいたい上と同じぐらいのところぐらいまで行って、僕の場合は3段階ですね。ふっくら右上がりで、ここ斜めの肩入れて、こうふっくらつぼめていきます。だいたい左右間の中心ぐらいまで行きます。で、これもなんとなく跳ねずにちゃんと次に向かってくださいね。はい、で、これが全部同じ角度で書く人はもうちょっとこう斜めになりますね。角度が寝ると思います。こちらの方が立ってますね。角度がいいでしょうか。次に向かって跳ねると。で、今日は1本反対側向いております。なので、ここ感覚揃えてくださいって言っても、ここはちょっとなんか微妙なところですけどね。はい、で、右上がりに進んでいきますが、右上がりに進んで長さはだんだん短くですね。いいでしょうか。感覚を揃えながら右上がりで長さを短くですね。はい、それでは書いてみます。竹冠は左を少し低い位置、短めに、次は頭高い位置からのの字、足を揃えると、この斜めに押さえてまっすぐ、これさっき説明してなかったですね。この斜めに押さえてまっすぐ、この斜めに押さえては絶対やった方がかっこよくなります。
フラ、右上がりで縦線かな。はい、フラ右上がりですかね。でここ斜め入ります。これつなげて書いてくださいね。今別で書いてあります。でふっくらとつぼめて次に向かったんだよ。ここですね。はい、で幅を揃えて右上がりでだんだん短くですね。はい、いいですね。少し低い位置、斜めに押さえてからまっすぐ、ふっくら右上がり、幅を揃えながら長さ控えめ、少しはみ出してふっくら右上がり、次に向かって幅を揃えて右上がり。はい、こんな感じですね。真似して書いてみてください。チャンネル登録お願いします。リクエストありましたらお願いします。それでは素敵な一日をお過ごしください。さよなら、さよなら、さよなら。